教皇はカトリック教会の最高位聖職者の称号を。一般的にはカトリック教会のローマ司教にして全世界のカトリック教徒の精神的指導者であるローマ教皇を指す。バチカン四国の元首。教皇の地位は教皇位あるいは教皇座と呼ばれる。また、聖座あるいは首都座という用語も使われる。聖座と首都座は 中世の教会法学者たちによって形成された概念で第一に教皇を指すが、抗議においては教皇庁も指す。2013年3月からはフランシスコが教皇を務めている。日本語ではローマ法王と表記されることも多いが、日本のカトリック教会の中央団体であるカトリック、中央協議会はローマ教皇の表記を推奨しており、 日本政府は2019年に法王から教皇へ故障の変更を発表した。また、カトリックの内部では、恐怖、パパ様の故障を用いる場合もある。なお、大した教皇の称号は名誉教皇という。本校では主に、ローマ教皇について記述する。初期のローマ主教たちは、ペトロの後継者、ペトロの代理者を認じていたが、 時代が下って、教皇の権威が増すに従って、自らをもって、イエス・キリストの代理者と表すようになっていった。キリストの代理者という称号が初めて歴史上に現れるのは495年で、ローマの主教会議において、教皇ゲラシウス一世を指して用いられたものが最も初期の例である。これは五代総大主教座の中における、 ローマ主教くらいの優位を示すものとして用いられた。教皇はカトリック教会全体の主張という宗教的な地位のみならず、ローマ市内にある世界最小の独立国家バチカンの主張という国家元首たる地位をも担っている。1870年のイタリア半島統一以前には教皇の政治的権威の及ぶ領域はさらに広く教皇領と呼ばれていた。 教皇領の成立の根拠とされた、コンスタンティヌスの寄進状が義書であることは15世紀以降広く知られていたが、教皇領そのものはイタリア統一まで存続した。1870年以降、教皇庁とイタリア政府が断絶状態に陥ったため、教皇の政治的位置づけはあやふやであったが1929年に結ばれたラテラノ条約によって、ようやく、 イタリア政府との和解を見た。現在の教皇は、アルゼンチン出身のフランシスコである。史上初のアメリカ大陸出身の教皇であり、イエズスカイ出身の教皇である。先代の教皇のベネディクト16世は、ドイツ出身であり、先々代の教皇ヨハネ・パウロ2世は、ポーランド出身とイタリア人、イタリア以外の地域の出身の教皇が3代、続いている。 それ以前のヒータリア人の教皇の先例は、ドイツ人ともオランダ人とも言えるハドリアヌス6世の16世紀、ヒヨーロッパ出身の先例は、シリア出身のグレゴリウス3世まで遡る。教皇年間によれば現在、教皇に用いられる公式な称号には、以下のようなものがある。バチカン年間2006年版からは、ローマ教皇の保持していた、タイトル、西方の壮大司教が、 不正確で、歴史的にも、時代遅れとの教皇の指示で削除された。ラテン語が公式言語である、教会法の成文の中では、教皇は、ロマーヌス・ポンティフェックスという名で表される。ポンティフェックスは、古代ローマ時代の最高人議官から引き継がれた名称である、ポンティフェックス・マキシマスの略称である。パーパという呼称は教皇に対する非公式な呼び方であり、 ローマ教皇の他にもアレクサンドリア宗主教に対しても用いられるが、ポンティフェックスという称号はもっぱら、ローマ教皇にのみ用いられる。公式な呼び方をすべて挙げるなら、ローマ主教、キリストの代理者、使徒の継承者、全カトリック教会の統治者、イタリア半島の主座主教、ローマ首都管区の大主教、バチカン市国の主張、神の下辺の下辺となる。このような、 長大な正式名称で呼ばれる機会は、ほとんどない。教皇の署名は、通常、教皇名、PP、大という形で行われる。例えば、パウロ6世なら、パウルス PP6 である。PP は、パパの略である。また、ポンティフェックス・マキシマスの略号である。PM あるいは、ポーン・マックスという称号が書き加えられることもある。 会直などの公式文書には、正式に、教皇名、カトリック教会の司教と署名される。文頭にはよく、教皇名、司教にして、神の下辺の下辺という署名が書き込まれる。この形式は大教皇と呼ばれた、グレゴリウス一世にまで遡る古い呼び名である。その他の称号として、サムス・ポンティフェックス、サンクティシマス・パーテル及び、ビーティシマス・パーテル。 サンクティシマス・ドミヌス・ノースターなどがある。中世においては、ドミヌス・アポスタリカスも使われ、現在でもラテン語の荘厳な連邦の中で、その格変化型である、ドミナム・アポスタリカムと呼ばれている。初代教会の時代から一貫して、ローマ司教が教皇という特別な地位を保持したわけではなく、ペトロのローマ到着以降、数世紀をかけて徐々に発達していったということは、 カトリック教徒も含めて広く受け入れられている。古代のローマはローマ帝国の首都として初代教会の信徒たちにとっても特別な場所であった。しかしその頃のローマ司教の権威と影響力はローマの外へ及ぶものではなかった。ローマのクレメンスが96年頃コリントの信徒へ当てて書いた手紙にローマ司教の権威に関する言及があり、 アンティオキアのイグナティオスも105年頃にローマの信徒へ当てて書いた手紙の中でローマ司教の最知見に触れている。この再知見についてあるものはこれこそが答えからローマ司教が特別な権威を持っていたと考えるものと単に名誉的なもので実際的な権威はなかったというものがいる。2世紀になってリオンのエーレナイオスが 異端反爆3、3、2で、ローマ教会の主意権について述べている。そこでは、ローマの教会が特別な起源を有し、真に使徒に由来する伝承を保っていることは、すべての教会で認められていることである。とされている。この記述は、史上初めて、ローマ教会の特別な地位について、明確に述べたものであるが、ギリシャなどの東方地域においては、ローマの主意は、 受け入れられていなかったと考えられる。特に、ローマ皇帝がローマを離れて、コンスタンティノープルに移った後でその傾向は、顕著となった。381年の第一コンスタンティノープル公会議において教皇が出席を、見合わせたのも、その地位と権威について、ローマ帝国の東西で見解が分かれていたからである。半世紀後の440年に着座した。 レオ一世大教皇の時代になると、ローマ教皇こそが、イエスから、使徒ペトロに与えられ、ペトロから、代々引き継がれた、全教会に及ぶ権威を持っているという見解が、公式に唱えられるようになる。451年のカルケドン公会議では、レオ一世は施設を通して、自分の声は、ペトロの声であると述べた。当時ローマとコンスタンティノープルどちらかの権威が、 上なのか議論になっていたが、この公会議の席上、コンスタンティノープル大司教は、コンスタンティノープルは、新しいローマであるため、名誉ある地位をローマに譲るものであるという声明を出したが、ローマ側から、ことの判断をうやむやにしているという意見が出て、受け入れられなかった。世俗君主との関係では8世紀頃まで、東ローマ皇帝の主権下にあり、 教義問題で皇帝と対立した教皇が逮捕され、流刑に処されるということもあった。8世紀中頃教皇領が成立し、東ローマ帝国から離脱した。カトリック教会では、伝統的に教皇の地位と権威が、聖書に由来するものであるとしている。特に重視されるのはマタイによる、福音書の16時18分 -19 のイエスの、ペトロに対する言葉である。 シモンバルよな。お前は祝福されたものだ。このことは、地と肉によってでなく、天におられる父によって示されている。私は言う、お前は岩である。この岩の上に、私の教会を建てよう。死の力もこれに勝つことはできない。私は、天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐものは、天でも繋がれ、地上で解くものは、天でも解かれるのである。 この箇所から天国の鍵のデザインが教皇の紋章に取り入れられている。ただし、この聖書箇所については教皇権の根拠とするこのようなローマカトリック教会における解釈は聖教会、プロテスタントでは受け入れられていない。古代から中世の初期にかけて教皇はローマ周辺に住む聖職者によって選ばれていた。 1059年に選挙権が数期教に限定され、1179年に入ってすべての票の権利が同等とされた。教皇は数期教団から選出される。教皇に選ばれるための条件は男子のカトリック信徒ということしかなかったので、司教でない聖職者が教皇に選ばれると教皇位につく前に数期教団の前で司教助会を受けることになっていた。 教皇選出時に、数奇教でなかった最後の教皇は、1378年に選ばれた教皇ウルバヌス6世である。現行の教会法では80歳未満の数奇教から選出されることになっているため、そのような事態は起こらない。1274年の第二理四項会議では、教皇選挙のシステムが規定された。それによれば、教皇の死後、10日以内に、 数期教団が会合を開き、次の教皇が選出されるまでその場を離れないことが定められた。これは1268年の教皇クレメンス4世の死後の混乱から3年にわたる教皇の不在が続いたことを受けて定められたものであった。16世紀半ばまでには教皇選挙のシステムはほぼ現代のものに近いものになった。 強行選挙の唯一の方法は、数期教団による投票である。伝統的な強行選出法としては、満場一致により決定する方法、司祭団の代表たちによって、強行を決定する方法、そして、投票によって、強行を決定する方法の三つがあった。満場一致の方法というのは、選挙者たちが新強行の名前を叫び、 それが完全に一致した場合に、その決定を有効とする方法であるが1621年以降用いられたことはなく、ヨハネ・パウロ2世によって、代表たちによる方法と共に廃止された。1978年以前、教皇選挙が終わると新教皇を中心として、システィーナ礼拝堂からサンピエトロ大聖堂へ、壮麗な行列を行うことが慣例とされていた。 そして大聖堂に着くと教皇は、見え感を受け、教皇としての最初の祝福を与える。続いて、教皇の前で飾り立てられた当地に火を灯し、すぐに、それを消して、シクトランジトグローリアムンディという訓戒を与え、教皇が、教皇宣誓を行うというのが、伝統的な教皇着座の流れであった。しかし、ヨハネ・パウロ一世以降、この種の古めかしい儀式は、 教皇の就任時に行われていない。ラテン語の、セデバカンテという言葉は、教皇不在の状態を指す言葉である。この言葉から、シトザクウィ義者と呼ばれる人々の故障が生まれた。この人々は、現代に至る、数代の教皇たちは、不当にその地位についていると考え、カトリック教会から離れている。彼らから見れば、現在の状態は、 人座空位であるということになる。彼らがこのように唱える最大の理由は、第二バチカン会議以降の改革が受け入れられないことにある。特にトリエントミサと呼ばれる伝統的なラテン語ミサが現代化の流れに沿って各国語で行われるようになったことが不満なのである。このため、特に第二バチカン会議以降、複数の自称教皇が現れている。現在、 教皇の不在時における対応を定めているのは1996年のヨハネ・パウロ2世による教皇文書ウニベルシドミニチ・グレギスである。それによれば教皇不在時には主席数期教を中心に数期教団が集団指導制によってバチカン四国とカトリック教会全体を指導する。しかし、教会法では教皇不在時に何らかの重大な決定や変更を 数奇教団だけで行うことは禁止されている。教皇の承認を必要とする決定は新教皇の着座まで保留される。教皇の死の確認に関しては、主席数奇教が教皇の本名を三度呼び、銀のハンマーで額を三度叩くという方法によると、されていたが、あまりに時代錯誤であると批判の対象になっていた。ただしこの半世紀の間、 実際にこの方法が用いられたことはないとされ、医師による科学的知見に基づいた死が確認された後に伝統的な儀式として行われ、この時点で首席数奇鏡が教皇の右手から指輪印象、漁師の指輪を外す。パウロ6世の場合は晩年になって自ら指輪を外していたが、通常は教皇の死去時に指輪が外される。指輪には、 教皇の印象が掘られているため、悪用を防ぐために破壊されることになっている。教皇の遺体はすぐ埋葬されず、数日間聖堂などに安置される。20世紀の教皇たちは皆サンピエトロ大聖堂に安置されてきた。教皇庁は埋葬後、9日間の藻に服すことになる。これを、ラテン語で、ノベムディアリスという、教会法332条。 第2項によれば、教皇が辞任するために必要な条件はあくまで、自発的な辞任であることと、定められた手続きを守ることである。ヨハネ・パウロ2世までは事実上の終身制となっており、教皇の自発的辞任は、直近で600年ほど例がなかった。しかし、ベネディクト16世は2013年2月11日、 これを理由として2013年2月28日午後8時をもって辞任すると宣言し、そのまま辞任が成立した。辞任後の教皇は名誉教皇と呼ばれ制したの、損傷も維持される。辞任後は死去児同様であるが、服もがないことが大きな違いである。ベネディクト16世は、辞任前に規定を追加し、全有権数規教が揃っていれば、 コンクラーベ開始の前倒しを可能とした。なお、2002年6月と7月の2度にわたって、ヨハネ・パウロ2世が、教会法に基づいての辞任を検討していたことが、イタリアのメディアによって報道されたことがある。ヨハネ・パウロ2世の遺言でも2000年に80歳の誕生日を迎えたことを節目に真剣に辞任を、検討していたと報じられているが、定かではない。 ヨハネ・パウロ2世は、晩年、様々な病で苦しみ、職務を果たせないと考えていたようではあるが、最終的に2005年4月2日の島で教皇職に、とどまることとなった。バチカンの国将三重館はここ数代の教皇たちは、用いていないが、古代以来ローマ教皇のシンボルとなっている。教皇は、天礼儀式の中では、司教の印であるミトラを被っている。 十字架のついた杖も13世紀以前から用いられている。また、パリウムがカズラの上に着用される。金と銀の二つの鍵が交差する形で描かれる天国の鍵も教皇のシンボルとして用いられている。そのうちの銀の鍵は原世的な権威を、金の鍵は宗教的な権威を示している。漁師だったペトロにちなんで、 漁師の指輪と呼ばれる金の指輪も教皇によって用いられている。また、ウンブラクルムとして知られる教皇用の赤と金の線が入った傘の図柄も用いられることがある。古代以来、長きにわたって教皇のシンボルとして用いられたものに教皇用腰がある。神こしのような土台に教皇の椅子が備え付けられ、12人の従者によって運ばれる。 さらに二人の大気持ちが付き添って仰ぐのが慣例であった。教皇擁護師はあまりに善意時代的であるということで、ヨハネ・パウロ一世も使用を嫌がったが、ヨハネ・パウロ二世によって正式に廃止された。ヨハネ・パウロ二世は同様に教皇用オープンカーを初めて用いた。教皇はまた独自の紋章を持っている。図柄は歴代の各教皇ごとにそれぞれ違うが、 基本的な構成は、ほぼ同じであり、交差して組まれた金と銀の鍵、三重間、赤い組紐は必ず描かれてきた。バチカン四国の旗とされているのは、黄色と白の旗であり、教皇の三重間がそこにも描かれている。この旗が初めて現れたのは1808年のことであり、それ以前、教皇庁は星座の色である赤と金の旗を使っていた。教皇は、 カトリック教会の長として宗教上の権威とバチカン四国の国家元首として国際法上の権威の両方を保持している。数百年の長きにわたり教皇庁はカトリック教会の通用機関として機能してきた。聖座あるいは首都座という言い方は教会用語でローマ教皇の特別な権威を示すものである。歴史上ローマ教皇在外では例外的に マインツ大司教座についても、聖座の称号が用いられたが、1802年に大司教の位を廃されて、以降のマインツ司教は特別な権威を失い、現在ではこのような呼び方は一般的ではない。国際社会とカトリック教会の中で認められてきた、教皇の特別な権威、栄誉、特権はすべて使徒の頭ペトロの権威から引き継がれたものとみなされてきた。 ペトロの権威によってローマはカトリック教会の中で中心的な位置を占めることになった。ローマ教皇はあくまでローマ主教としてその権威を行使するが、ローマに住むことが必須というわけではない。ラテン語の定式、UBI パパ、イビキュリアという言い方は、教皇がカトリック教会の中心都市に住む限り、ローマ主教であり続けることができることを示している。 例えば1309年から1378年にかけて教皇座はアビニオンに置かれていたが、これは古代イスラエルの古事になぞらえて、教会のバビロン補修あるいはアビニオン補修と呼ばれた。現在の教皇の司教座聖堂はサンジョバンニインラテラの大聖堂であり、皇帝はバチカン宮殿である。また秘書用の別荘としてカステル・ガンドルフォに別荘を持っている。 歴史上では、教皇は長きにわたって、ラテラン宮殿を在所としており、秘書用の施設は、クイリナーレ宮殿であった。クイリナーレ宮殿は、その後、イタリア王の宮殿を経て、大統領皇帝になっている。現在の教皇の地位を規定しているのは、第一バチカン公会議で採択された、教義憲章、キリストの教会である。同憲章の第一章は、ペトロに由来する。 死と的修正というタイトルで、福音書からも、主キリストが、使徒ペトロに、他の人々に優越する権威を与えたことは明らかで、あると述べ、さらに、もしペトロがキリストによって、死との頭とされ、教会の目に見える印として建てられたということを、認めず、そのイエスからの直接の権威が単に名誉的な、ものだけで、実質的な意味を持たないというものは、教会から排斥される、 としている。第二章、聖座における、ペトロの権威の存続についてでは、主キリストが、ペトロに与えた権威は、永続的なもので、岩の上に建てられた教会として存続し、終わりの時まで続くものであると述べ、ペトロの座を引き継いだ者は誰でもキリストに由来する、権威を保持し、全教会に対する、主位性を有するとする。よって、この権威が、 キリストの意図によるものでなく、ペトロの権威は永遠のものであることを認めないもの、ローマの聖座がペトロの権威を継承していないというものは、教会から排斥されるという。第三章、ローマの聖座の有する、主意権の力と性質では、フィレンツェ公会議において、ローマの聖座、死と座は、世界の教会に及ぶ、主意性を持ち、ローマの聖座が、死との長、 キリストの代理であるペトロの権威を引き継ぎ、全教会の父、教師たる地位を持つ旨が宣言されているとし、この聖座の布告に基づいて、ローマ教会は他の教会に対しても卓越した地位を保持するとしている。教皇の力は、同憲章の参照などに定められている。それは、信仰の最高の判定者であり、信仰の問題についての決定権を持つ。 すなわち星座としての決定的な布告は誰も覆すことができないというものである。これは同じ公会議で布告された強行不可伏性の問題と密接な関連を持っている。第二バチカン公会議以前のカトリック教会では救いのためにはローマの星座との関わりが必要であると伝統的に教えており、この考え方はよく、 エクストラエクレシウムザポポスサルースという言葉で表されてきた。パウロ6世も、教会の外にいる者は、精霊の恵みを受けられない。カトリック教会は、現代に生きるキリストの体である。だからこそ、もしそこから離れてしまえば、精霊の恵みを得ることができないのである。と言っている。しかし、この考え方は、カトリック教会以外の人だけでなく、 肝心のカトリック教会の中でも誤解されてきた。歴代の教皇たちは、カトリック教会の中にいる人々は救いに、繋がっていると言っている一方で、カトリック教会と縁のない人々が救われないという、わけではないということを、しばしば強調している。ピウス九世は、会直、クアントコンフィカムルモエロールでこう述べた、私たちは、 我々の聖なる宗教とか変わりのない人であっても、神によって、すべての人の心に書き込まれた、自然法に従い、特に満ちた人生を送るなら、神の力と照らしによって、永遠の命に入ることができるということを知っている。ヨハネ・パウロ2世は、レデンプトリス・ミッシオの中で、現代のみならず、過去においても、福音や教会について知る機会がなかった多くの、 人々がいて、たとえ彼らが全く、キリスト教と関わることがなくても、神秘的な絆によって、キリストの救いを受けてきたことは明らかです。と言っている。教皇のものとされ、実際に、行使されてきた権能は、以下の通りである。司教の任命、教区の設立と廃止、教皇庁の職員の任命、教皇庁文書の認可、天礼祭儀の変更。 教会法の改定、劣腹と劣勢、教会裁判の最高決定権、会直の交付、不可ビューな宣言、修道会の承認と禁止。ただ、これらの剣豪を実際に行うのは、教皇庁のメンバーたちであり、実質的に教皇が行うのは、最終的な承認を与えることだけである。四世紀に、ローマ帝国では、キリスト教徒の数が、飛躍的に増加したが、 司教が世俗において何らかの権力を獲得することはなかった。ローマ司教がその信徒に対する影響力によって帝国の行政システムの中で力を与えられるようになっていったのは5世紀以降のことである。教皇が政治的な存在感を初めて見せつけたのは452年にローマに侵入してきたアッティラを教皇レオ一世が駆け引きの末に撤退させることに、 成功したことによってであった。さらに754年には、フランク王国のピピン三世が、領土の一部を、教皇ステファヌス二世に寄進したことは、教皇の政治的な影響力が無視できないものになっていたことを示している。この土地が、後の教皇領の基礎となった。800年には、教皇レオ三世が、 フランク王国のカール大帝に、ローマ皇帝としての王冠を授けている。ここから後に神聖ローマ皇帝として知られることになる、王位の系譜が始まる。これ以降、ナポレオンが自分自身で王冠を被るまで、教皇が王冠を授ける権威を持ち、世俗の王位は、カトリック教会によって承認されるものであるという、伝統が作られていく。先に述べた、教皇領は、 イタリア王国の成立する1870年まで存続した。教皇領を保持することで、教皇は領土を持つ世俗の君主の一人というだけで、なく、全キリスト教徒の長という世俗にわたる強力な権威を持つことになった。陰頭の限りを尽くしたことで悪名高いアレクサンデル6世や、軍事的才能を備えて、数度の戦役を戦ったユリウス2世などが、 政治的な権威を行使した教皇の代表格と言えよう。またグレゴリウス改革で知られる、グレゴリウス7世やアレクサンデル3世などは、神聖ローマ帝国の影響下において、教会改革を志した宗教的な権威者として、広大に知られている。中世の教皇たちは会直によって、政治的な影響力を行使したが、世界史上で、特に有名な会直として、 ヘンリー2世のアイルランド信仰の根拠となった、ラウダビリテル、世界をスペインとポルトガルで分割する、トルデシリアス条約の元となった、インテルチェテラス、エリーザベス1世を破門し、家臣の侵入の義務を説いた、レグナンス・インエクスケルシス、グレゴリオ歴を定めた、グラビッシマスなどがある。現代の外交儀礼として、教皇の外国公式訪問の際には、相手国の元首が、 教皇の宿泊先に出向いて挨拶を行う。カトリック教会の中において教皇の権威は教義として宣言されたものである以上その職務の権威を否定することは認められない。第一バチカン公会議ではカトリック教会において教皇の主意権、再知権を認めないものは分離されるというアナテマがはっきりと示された。第一バチカン公会議で採択された。 教皇不可ビュー、教皇主義に反対するグループは、復古カトリック教会を形成した。カトリック教会の外でははっきりとローマ教皇の権威については、疑義が示されることがある。その種の疑義を大まかにまとめると次のようになる。ローマ教皇を認めつつも、全世界の司教たちの中における、主意権への疑問教皇制度そのものへの疑問ヨハネ23世は、会直。 パーチェム・インテリスにおいて、アッシリア東方教会、東方天霊カトリック教会、聖教会、聖公会などの諸教会は、使徒からの継承という概念を共通に持っているため、ローマ主教たる教皇の持つ栄誉ある地位を多かれ、少なかれ認めていると述べている。しかしこの箇所で言及されている、諸教派は、東方天霊カトリック教会を除き、ローマ教皇が、 他の司教を超えるペトロの権威を継承しているということを認めていないし、ペトロがローマに行ったということすら認めないものもある。教皇の主意権は、司教座としてのローマが、ローマ帝国の首都であったことにも由来することは、カルケドン公会議の協領、第28条でも明示されているため、教皇が全教会に対し、共同権を発揮することを認めないのである。また、彼らは、 第一バーチカン公会議を公会議として認めておらず、結果的にそこで採択された強行不可ビューに関する宣言も無効である。プロテスタントにとっては、使徒座の継承という考え方すら受け入れ難いものである。このような人々から見れば、名誉的なものであれ、教会再知見上のものであれ、聖書に書かれていない以上、ペトロの主意見というものはありえない。 また、教皇権が、西ローマ帝国や、東ローマ帝国などの世俗の権力と複雑に、関わってきたことや、統一イタリア王国成立時の教皇領接収の、あと長く続いた政府との確執などが教皇権という、ものへの歴史的な疑問点となっている。西欧においては、教皇権のあり方に対する不満が、宗教改革へ至る一つの定流となった。 カトリック教会から離れた教派においては、教皇の地位についての見解は様々で、単に、全教会に対する、統治権を認めない者から、目白録に現れる反キリストであるという極端な、ものまである。他に、ボルジア家出身のアレクサンデル6世やカリストゥス3世の、ような堕落した教皇の例を挙げて、堕落した人間が、このような権威を持っていたことに、 疑問符をつけるものもある。そのような批判者によれば全知全能の神が、このような堕落した人間に、聖なる権威を与えるはずがなく、堕落した教皇というものの存在することこそ、教皇位が神の意志に由来するものでないことの証細であるという。これに対する反論としては、神が堕落した人間にすら、大きな地位を与えることがあることの証明として、 古代イスラエルの王たちや、使徒の一人でありながら、イエスを裏切ったイスカリオテのユダを挙げる意見もある。またどれほど堕落した教皇であっても、教皇制度そのものが消滅しなかったことを、教皇権が神に守られたものであることの証明であるというものもある。正教会からの異論正教会においては、ローマカトリックが主張するようなローマ教皇の権限は認められない。 正教会において、現在名誉上の首位にあるのは、全地総主教の称号を持つコンスタンディヌーポリ総主教であるが、コンスタンディヌーポリ総主教も、絶対的な権限を全正教会に行使しているわけではなく、各地に独立正教会がある。なお、日本正教会では教皇に相当する役語として、パパという表記が用いられ、教皇の表記はあまり用いられない。 正教会からは、ローマカトリックの教会論に対して、以下のような異論がある。また、ペトロの後継という観点については、正教会の教会論では、すべての主教がペトロを受け継ぐものである。これについては、すべての主教は、自分の教会及び他のすべての教会において、ペトロの座にあるとする正キプリアヌスの考えが、参照される。また聖、正。 ニコラオスカバシラスによる以下の指摘にも言及される。ただし、古代から現代に至るまで正教会は、教皇の位制と地位について、ローマカトリック側と見解をことにしてきた一方で、東西教会の分裂以前のローマ教皇で聖人となっていたものについては、正教会も数形している。パルマリアンカトリック教会は、1978年以来、4代にわたって、 教皇位を主張している。古代教会では、パパ、パイパイアルファというのは、一般的な主教に対する継承であったが、徐々に、ローマ主教とアレクサンドリア主教に限定される、称号になっていった。今日も、ローマ教皇以外で公式にパパ、パイパイアルファという称号で呼ばれるのは、正教会のアレクサンドリア総主教と、コプト正教会の主張である。 アレクサンドリア総主教だけである。エウセビウス、教会誌によれば、アレクサンドリア主教に3世紀頃からパパ、パイパイアルファーの称号が用いられ、後他の都市にも主教の称号として波及したが、やがてアレクサンドリア主教とローマ主教の二者にのみ、用いられるようになった。これは、当時の東方教会と西方教会のそれぞれ中心地であった。現在でも、 聖教会やコプト聖教会ではこの習慣を守り、ローマ主教と自派のアレクサンドリア総主教の双方を、パパ、パイパイアルファー称号の保持者とみなしている。一方、中世以降のカトリック教会において、教皇は、ローマ主教にしか使用せず、単に、教皇と呼べばそれは、ローマ教皇を意味する。なおカトリックでは、聖下はかつて、ローマ教皇のみの継承であったが、 第二バチカン公会議以降、上記のアレクサンドリア教皇を含む、東方教会の総主教などの行為聖職者にも用いている。カトリック教会の公式な認定と関係なく、教皇位を宣言するものを、対立教皇という。通常、対立教皇が生まれる背景には、カトリック教会内の論争や、特定の教皇の正当性をめぐって紛糾する、事態が存在する。 対立教皇が多発した中世において、正当な教皇以外に教皇を名乗る人物が現れるのは宗教だけでなく政治をも巻き込む大問題であった。カトリック教会内で大きな影響力を持つイエズス会の総長は、かつて黒い教皇と呼ばれることがあった。これはイエズス会氏が質素な黒いスータンを着ていたことと、 教皇は常に白い服を着ることに由来している。教皇庁の一機関である福音宣教省の長官は赤い教皇と呼ばれることがある。この職にあるものはアジアとアフリカ全域の教会の責任者であるため教皇に匹敵するほどの地位だという意味である。なお、赤は数奇教の衣の色である。現在、日本のカトリック教会の公式な表記では 教皇が用いられている。信徒の間では、親しみを込めた継承として、パパ様という呼び方が使われることがある。日本のカトリック教会の中央団体であるカトリック、中央協議会は、1981年の教皇、ヨハネ・パウロ2世の来日時に、それまで混用されてきた、教皇と、法皇の故障を統一するため、世俗の君主のイメージの強い、 王という字を含む、法王でなく、教皇への統一を定めた。この時、東京にある、ローマ法王朝大使館においてもこれに合わせて、法王朝から、教皇朝への名称変更を行おうとしたが、日本政府から、日本における、各国交換の名称変更は、クーデターなどによる、国名変更時など、特別な場合以外は認められないとして認められず、 ローマ法王朝大使館の名称のまま現在へ至っている。一方で2019年11月のフランシスコ教皇来日を機に日本政府は同年11月20日従来法王としていた故障を今後教皇に変更すると発表した。それに伴い NHK や大手新聞各社など一般メディアも追随し教皇という故障に変える動きが 一気に広まった。明治期日本のカトリック教会では、恐怖という訳語を用いた要例が見られる。また、つい近年まで、天礼の中では、現役の教皇を、私たちの教父と呼ぶ慣習があったが、これも、フランシスコ教皇来日を機に、私たちの教皇と言い換えられるようになった。官報や、外務省の文書では、戦前から、長らく基本的には、 法王の語が用いられていたが、教皇が使用されないわけではなかった。コプト正教会の長に対しては、コプト教皇の故障を用いている。2018年には、立憲民主党所属衆議院議員の山内光一が、衆議院予算委員会において、教皇に変更するべきではないかと質問を行っている。これを受けて、外務省は、 バチカンとローマ法王朝大使館に問い合わせを行ったが、いずれも変更を求めていないという回答を得ている。河野太郎外務大臣はグルジアからジョージアへ変更を行った事例のように、変更の要求があった場合にはしっかりと対応していくと答弁にしていた。2019年11月23日から教皇、フランシスコが日本を訪問することを受け、 政府は11月20日に教皇への故障変更を発表した。NHK では、ローマ法王、法王が慣用的に使われ、一般に定着しているとして原則的には、法王の故障を用いるとしていたが、日本のカトリック関係者を中心に、教皇と呼ばれていること、二千十九年十一月十二日の教皇、フランシスコの訪日に合わせて、日本政府が、 教皇に、故障変更したことを踏まえ、ローマ教皇の故障に変更した。また、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞といった主要紙、共同通信、時事通信も、ローマ教皇の故障に表記を変更した。中国語圏では、教習という訳語が使われる。韓国語では、である。英語では、ザポープ。 ザ・パンタフ、または、ファーザー。スプリーム・パンタフとも、ありがとうございます。